はい、エルカチャンネルのショーです。キリトです。やってきましたね、ついに。やってきました。だいぶ長かったです。前回の動画で言ってたハイブランドを買おうの日です。キリトさんが買います。結局ですね、福岡の方には行かないで熊本の鶴屋、そちらの方に買いに行きたいと思います。さあ行きましょう。行きましょう。そのまま左っすよ。あれ気づかない。スルーされました。あったよね。分かったからカメラ回したんだけど。あれどうしよう。こっちがドッキリだよ。なもう止めるわ。やっと合流しましたよ。今日キリトさんの服を買いに来たんですけど、はい、実はそれに一緒にドッキリを仕掛けてたんですね。丸を呼んじゃいました。残念ながらキリトさんが目の前すれ違ったのに気づいてないという。いや聞いてたらそら反応してたよ。言ったらドッキリにならないでしょ。だってまあそういうことで今鶴屋に行ったんですけど、お目当てのものがなかったんで、場所を変えて、はい、次どこ行きでしたっけ。カビトリにあるシルトベイブロック、まあなんかよくわかんないけどカビトリの方に行きたいと思います。エルちゃん、あれカビトリに行ったんじゃないのかよ。ここどう見ても下通りだぜ。何今ご飯食べたでしょ。いやちょっとねショックなことがあってね。完売と。せや落ち込むなよ。いや8月に出て8月に完売。今何月だっけ。11月もう2日ぐらいで12月です。じゃあどうすんの。桜町の方にポケモンセンターが今出張ができてるということで、ちょっと行きたいなと。桜町に行こう。でボタン押してる場合じゃねえっすよ。何してるんですか。また夏ですよ。いや夏春だったから夏じゃないの。違うんですよ。何してるんですか今。桜町に来ましたね。ねえ今日は秋ですよ。秋じゃないですよ。知らないよ。違うよ、そういうことじゃないんだって。今、結局どうなったの。ですね、違うって。4つ押しました。4つ押したね。それは分かった。それは俺も分かったから。服買いに来ました。桜町にやってきたんだよね、流れて。ちょっとポケモンセンター市場用ができたので、見たんですけど。君多めだったので、まあ、実用の雑貨系がなかったから、まあ、早めに撤退し、ヒルさん次は紙通りですかね、また紙通りですねアニメ通り。当初の目的が変わってるんですけど、ヒルとの心を癒す旅とか。やっぱり他のものじゃダメですか。手持ちのお金じゃ全然買えないということで気抜き程度で見ようかな。やっぱり欲しいのはラルフローレン。何でしたっけ。 WRL WRL 来年来年春ですね。春ということだね。リベンジ編ね。今回はすごくわかりました。じゃあ僕多いって意外にうるさいんだよこれ。次の現場へ。次行きましょう。次よーエルちゃん
もうため息が重い重すぎるよだってさだってだって何か買ったよね。アニメイトで、卓上カレンダーが欲しくてですね。何のですか？本当は SAO が欲しかったんですけども、店員さんに聞いたところありませんということなので、ベンスラの卓上カレンダーを買いました。そうですね、だいぶ路線がずれました。今日はハイブランドで洋服を買いに行こうっていう話だったでしょ、はい、ことだったんですけども、まさかの卓上カレンダーに負けた負けたと今日は本当ボロボロですね。ボロボロです。俺と丸はキャッキャ言ってたんだけど、後ろでキリトはズーンってなってて、もう最初のテンションとは違うね。本当だよ、もうどんどん歩くスピード遅くなるんだから色違いで1着はあるかなと思ったんですけどね、完売ってことで色違いもなかったということで。そうだね、残念だったね。やっぱこれはリベンジを、春に新作が出るってことなんで、もう一回来ます。それがダメだったらもう福岡の展示まで行きます福岡編、福岡編行きます多く期待エルちゃん、ん、何してるんですか。自由、自由で服買ったいやいやいやもともとキリトがアルフローレンの方をかぶって流れで、うん、そういうのを見たらさ、俺もなんか買おうかなとは欲しくなるもんね。そうそう、俺も欲しいのもあったから帰り買おうかなと思ってたんですけど、キリトが買わなかったので俺だけ買っちゃったみたいになってて GU に寄りましたあらまあそういうことで今回の動画はここまでです。次回も俺にかかってこい。